今回のテーマはね、ドライバーでちょっとここ一番飛ばしたいなって思う時ってありますよね。まあ、そういう時どういうことを注意していったらいいのかっていうところで、ドライバーのを遠くに飛ばすってことで言うと、やっぱり高弾道でボールを飛ばしたいというところなので、まあ、ティーの高さを少し上げるっていうのがまず一つね、これが結構重要ね。でやっぱ打ち出しを高くしてあげるんですよ。そうすると距離は伸びやすい。でそこからあとは飛ばしていく弾道に対して体のラインを少し斜めにするのでワイドスタンスになりますね。そしてちょっとこちらから遠心力を出したいのでヘッドの位置を少し離して遠寄り、こんな感じですね。この辺りぐらいまでがまず飛ばしのまず第一段階になります。はい、でさらにここから動きに入るとどういうところをやれるとね飛ばすところになってくるかというと、やはり、腕がね腕をなるべく力を抜くこと、そのためには、肩甲骨からこういうふうに力を抜けるかどうかで、その状態で触れるかどうかですね。そうするとクラブヘッドが走る感覚が出ます。どうしても固まっちゃうんですよね。そこがまずポイントで、次がちょっと正面から、どちらかというと皆さんねこっち側で振ろうとするんだけど、割とここで力をちゃんと伝えるかどうか、こっちですね、こちら側右サイドでしっかりと振れるかどうかって結構重要。みんなこうなっちゃうからね。そこら辺を腕の振りをこちら側で振っていく感じ、まあそういう感じでね打っていくと少し飛距離が伸びてきます。ちょっとやってみますね。こんな感じ、低くしてスタンス広く、ティーを高く、なかなかいいボールが打てたと思います。今日のテーマはですね、突然アイアンが当たらなくなる人、まあ、トップボールとかね、そういう場合どういう対処をしていったらいいのかっていうのをちょっとお話ししたいと思います。で大体ねドライバーとか、まあそうだ、アイアンとかが当たらない人っていうのは切り返しと、インパクト、この 2つのポイントで一呼吸を置いていくようなつもりで打つといいと思います。どういうことかっていうと、もうこういうふうにあまり間がないんですよね皆さんね。でだんだんそうなってくるの。なのでバックスイングをしたところで一度一呼吸、それからまた打っていく。でこの時も一呼吸置いて一呼吸置いた時、この時はまだ下を見ている状態ですね。でその時に首がちゃんとこういう状態、ここら辺の力が入ってるとダメね。そうすると12こういう感じですね。これでボールを打つだけでかなり変わる。ここで一回一呼吸置いて、どうでしょう、こうやってボールが当たるんですよね。だけれどももうみんな一回の動きでねチッて打とうとするんですよね。そうするとミスショットが出たりするので、必ずトップで一呼吸を置いて、ちょっとやってみます。ここで一呼吸を置いてこう、これだけできっちりと捉えることができます。だから123のリズムぐらいはちゃんと作ってスイングすること、もう一回やってみます。あ、じゃあ今度こっちから。きます。123、これだけでどうでしょう。ボールは簡単にこうやって当たりますから、もう一気にねこう急いで打つっていう風にならないようにしていけばいいと思う。で、練習としては、練習というかラウンド中でどういう対応していったらいいかというと、まあ素振りした時にここで終わる練習、ここでゼロ、ここでゼロ、こういう感じね。上で止めて下で止める、上で止める、下で止める。この時もう手はもう力抜けてるぐらいで、ポトってこう最後こう勝手にこう終わった後自然にこうナチュラルに終わる感じ。こうやって無理やりこう止めるんではなくてね、そういう感じでスイングしていくとだんだんリラックスしていって、力の入れるタイミングっていうのが分かってくるから、そうすればしっかりと振る時に力を入れるように振っていけばいいと思いますんで、そんな感じでやってみてみるといいと思います。こういう状況、こういう状況見てください。土手ないでしょ。土手ないから結構難しくないように思えて結構嫌なの、こういうところ。思いっきり振りたいんだけどオーバーしそうでしょ。うん。だからこういう時ってどうしたらいいのってよく聞かれるんですけども、結構簡単なようで難しい。でやっぱこういう時はインパクトでどっちかっていうと止めるっていう打ち方をできるかどうかがポイントになってくる。でインパクトで止めるっていうことは打って終わり、打って終わりね。だから構えて上げたらここで力を入れてこれで終わり。そうすると手離してもいいわけね。でここで振り抜いちゃってもいいんだけど、やっぱ奥嫌だからあんまりこうホームランしたくないし、なのでここでバックスイングとフォローの比率を変えてあげるんですよね。こんな感じですね。どうでしょう、今インパクトのところがあって止まった感じでしょ。最後まで振り切るっていうよりは止まる感じ、構えてこういう感じですね。止まる感覚ですね。あんまりこう振り抜かないんで怖くないんですよ。だからバックスイングからダウンにかけての圧力勝負からのここの圧力勝負で終わりで、そのぐらいグリップ柔らかくしといてグッと圧かけてあげてで打って終わり。こうすると結構それだけでもいってくれるでしょ。まあこういう打ち方できると、まあイメージとしてはほんとこのシャフトのしなりですね。このしなりを砂の方に入れていくような感覚なんで、こうしなりを入れる、グッと圧をかけてあげて、あとは終わり、打ったら終わりという、そういうイメージで、まあ、ここで大オーバーしない、まあしてしまうと本当にもうスコアにならないので、ある意味ショートでもいいんですよ。だからもうほんと大橋ホームランになっちゃうともうね、あっちのホールにあっちのコースね行ってしまうような感じ、もしくは池とかね、あっちにもバンカートゥーバンカーになったりとかいろんな風なミスが出ますので、そこら辺を考えてやってみるといいと思います。じゃあ最後に仕上げにもう一球。ちょっとショートだったけど、まあ、こんな感じでやってみるといいと思います。テーマはですね、パッティングの距離感、突然距離が合わなくなったらどうしたらいいのかっていうね、ちょっとお話をしたいと思うんだけども、まずねグリーンのタッチっていうのが合わなくなってきた時は、ちょっとやっぱり何か変えなきゃダメですね。そのままやってるともうどうしてもこうどんどんとイップスっていうかね打てなくなってくるので、どういうような対応をしていったらいいのかっていうと、まずね自分の振り幅で打っているというその振り幅自体がおかしくなっているので、まず振り幅を消すことね。でラウンド中なんで練習できませんから、まあ、どういう感覚にしたらいいかっていうと、もうまずはショートしてる場合ね、ショートしてる場合は少しグリップの圧力を少し強めて打っていくことで、ボールの当たる瞬間、ここは勝負ですから、いずれにしてもここを強めていくイメージを持ってください。タッチになってきます。タッチね。だからラウンド中だとこう待ってる間とかでここで片手でこうやって潰してください。こうやってターゲット見たままね、待ってる間とかで打てないからね。まあでもこういう感覚で打っていくと、ちょっと見てて、この状態でこう打つだけ。ちょっと今ダフっちゃった。もう一回こうやってこういう風に、こういう方が割とね距離感があったりするのね。でここの圧力だけを信用するの。こっからこの時このグッとこう押す時ね。そうするとほら合うでしょ。だから適当にこう構えていくわけでいいわけですよ。あんまりこう構えちゃうとうまくいかないから。でこの時にどうしてもショートしてる時っていうのは少し強めにここら辺をギュッと強める。でどうしてもこう逆にどうしてもこうオーバーしてる方っていうの場合は、少しこうボールとここにこう空間を入れて、少しこう柔らかく握ってあげるの。もう十分タッチが強い状態になってるから、少しこうグリップをソフトにこうぼんやり握ってあげる。そうすると柔らかく打てるね。ショートしてる時はね、オーバーしてる時はね、こういうふうにここに空気が入ってる感じでこう打っていくと、こうね感覚がいい感じになります。なのでこう距離感を自分の中の手の情報ですね、手の中の感覚で変えていくようにしてください。でなるべくこうなんていうか、振り幅だけの情報でなんとかしようとすると、一回調子いい時はそのまま振り幅でやっていいと思うんですが、調子が悪くなってしまうともうねそれ破綻しちゃうんで、それでも振り幅でなんとかしようと思わないで、一回、消してですね、リセットして、こう片手でこう素振りを少しして、このインパクトの感覚をつかんで、それから、打っていくといいかなと思います。じゃあもう一回ちょっとやってみますね。そしたら柔らかく、ここの片手打ちを一回打って一回やってみます。こんな感じですね。まあまあ近くかな。もうちょっといくといいけど。じゃあそれに対して実際両手で同じような感覚で打てば、まあなんとなく近く寄りますよね。まあとにかく振り幅で考えるよりはそういうイメージでやっていくと距離調節ができるようになるので、やってみるといいと思います。オンラインサロンのご案内です。原田ゴルフの遠隔のレッスンが受けられる。そしてその他限定動画や YouTube の先行配信、その他いろいろなサービスが充実しております。ぜひともオンラインサロンに参加してみてください。家でも学べる新しい形、原田ゴルフオンラインサロンをよろしくお願いいたします。お申し込みは概要欄かウェブのこちらから参加してみてください。こっちかな。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル。最新動画見逃したくない方は、まずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そしてその後にこのベルマークをクリックすると常に最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜7時にお会いしましょう。